サボレポ。こんばんにちは。第8回サボレポのオープニング担当します、お茶子と吉川せりなです。なおちゃんこと錦美奈子です。よろしくお願いします。始まって早々早速お便りのご紹介いっちゃいましょう。はい、なおちゃんよろしく。はい、ツイッターネーム黒野軍師さん、初のゲストさんを迎えてのファボレポサブフィー第7回、今回も楽しかったです。話題に出た次回の親子ファミリーコンサート、今から楽しみです。8月のライブに出演される生徒の皆さん、頑張ってください。魅力ですが応援しています。ありがとうございます。もうね、もうすぐ8月だよね、うん、ね、早いね。もうアニゼミのみんな、そう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 、私たちもね、アニゼミのみんなを応援してるので頑張ってください、はい、頑張ってください。では次のお便りこちら。はい、ヌイラさん、まさか名前出してもらえるとは思わんだ、ありがとう。モグレポのお二人さん、お肉食べいけたらいいね。はい、ありがとうございます。お嬢さん、行けたんですか？行けてないです。行けてないなかなかスケジュールが合わなくて、うん、行けなくて、でも行ったら絶対報告するので、うん、待っていてください。はい、次のお便りこちら。はい、ツイッターネーム松さん、象の手がどこにあるのか気になった。気になった、私も前回の放送をね聞いてね、うん、すんごい気になった。ということで、ここで勝手にコーナー作っちゃいました。松さんのお悩み速攻解決させちゃいますのコーナー。はい、お願いします。ズバリ、はい、象に手はありません。以上。ないんだ。いや、なかったんだよね。鼻と足だけ。そうそうそう、うん、すごいね、そう考えると ね鼻で食べて結局ないんだね。なかった。足じゃない、手なかった。でね、はい、黒野軍師さん、そして松さん、前回出したクイズの答えを書いてくれています、うんうん、ありがとうございます。ということで、この流れでクイズの正解発表。はい、前回の問題はケモレポでまゆちんが10回言った動物は何だったでしょうでした。正解はキリンです。黒野軍師さん、松さん、見事正解です。おめでとうございます。クイズの答えはもちろんのこと、ラジオの感想や要望をどしどし受け付けています。ツイッターアカウントは NSM ラジオ2016、小文字で NSM ラジオ2016です。ハッシュタグファボレポをつけてどしどしツイートしてください。待ってます。待ってます。さて、お待ちかねの今日のコーナーの発表です。はい、どんなコーナーがあるかね、もうムキウキしてるんだけど。はい、なおちゃんよろしく。はい、一つ目はおしゃれポで、いもちゃんと小島みまめちゃんがやってくれます。二つ目はたかゆきさわさんでモノレポ。三つ目はかめちとむしばまゆちんでもぐレポのコーナーがやります。そしてエンディングはあゆみんとちえるで締め作ってもらいます。そう、はい、そうなんだけど、今日はちょっとエンディングで、うん、なんと重大発表が。お、なんだ。そう、私もわかんないんだよね、何があるか。そうだから、ちょっと私たちもワク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 ドキドキしながら、はい、しながら、そしてリスナーさんもより一層ワクワクドキドキ、そして楽しみながら最後まで聞いてください、はい、聞いてください。では早速本編に参りましょう。はい、とその前にファボリスのみんなもぜひ一緒に。はい、せーの、ファボリポ、私の心をリツイート。この番組は名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校の協力でお送りします。この番組では動物、ファッション、雑貨、小物、食べ物など面白おかしく紹介していきます。例えばおしゃれしたい、お腹空いたな、癒しが欲しいと思ってる人はぜひ耳を傾けてみてください。ファボレポ、私の心をリツイート、おしゃれポ。はい、始まりました。今回コーナーを担当していただくさせていただく小島美子と小島まみと妹こと佐藤彩香とまめちゃんことちんなみまりなの3人でお送りします。はい、はい、お願いします。はい、そうですね、今回夏が来ましたね。夏が来たね。暑い暑い、だいぶ暑くなってきたわけだけど、夏といえばキャンプだよね、うん、おー、いろいろすっ飛ばして、うん、数ある中でキャンプだよ。キャンプといえば夜まで外にいるよね。そうだね、うん、そう、外といえばね、うん、外にいるといえばね、うん、夜が来るよ、うん、うん、夜が来たと思えば、夜が来たと思えば寝袋の、ね、出番なんだよ、うん、家にいても夜は来るよ外で寝袋はいいよね。あ、そう、あ、そうだね、そっちに持ってきてくれ今日は着れる寝袋について紹介したいと思います。着れる？そう、着れる寝袋。寝袋って普通なんかミイラみたいな形のさ包まれた感じのものじゃない？着れる寝袋っていうのが、うん、頭の先から足の先まで人型に作られたもので、あ、なんか宇宙服みたいなのを想像して。手と足があるんだ。そう、あるんだ。あったかいんだよ、うん、でも、うん、おしゃれポイントが、うん、行動するときに手足で動かしたりできるのね。それで
で一番のおしゃれポイントが、うん、着たままトイレに行くことができるんだよ。待って、おしゃれ、おしゃれなんだよ、超クールなんだよ。お尻の部分がチャックがついてて、うん、ペロンって出すことができるんだよ、うん、そのまま行けるんだよ。 どういうこと。あの、はい、私はね、何ですか、トイレは脱いだ方がいいと思うよ。いやでもそのまんま行けるんだよ。超クール、おしゃれポイントその1だね。あ、小島み的おしゃれなのね、うん、そう、なるほど、斬新だ。あとね、夏だからね、暑いじゃない、うん、そういう時はね、肩から先をねスポーンって取ったりねすることができるんだよ。あ、寝袋の、寝袋の肩を取って膝から下も取ることができるやつもあるんだよ、うんうん、おしゃれだよね、涼しいよね。うん、お尻も出て、うん、腕も出て、うん、足も出て、そう、あ、いい、とても素晴らしい。普段着でも着れますよみたいな。そう、家でも着れるんだよ。だから家で洗濯物のやつとかもある、うん、あるらしくて、目だけ出てるのとかあるから、もう家の人驚きでね、バリエーションいっぱいでねできるんだよ。だって行ってみたくない？私ベッドじゃないの、布団でもないの、寝てる時寝袋で寝てるの。それ言い方でしょ。わかんない、私寝袋超リスペクトしてるのって超言いたい。謎の向き合いが飛び交って言いたい、言いたい、来たいじゃん。だってね、はい、いいじゃん、うん、家でゴロゴロでそのまんま寝れるんだよ。あ、うん、いろいろ流行ってるじゃん、ね、着れる毛布とか着れるやつとか、ね、着れる寝袋の時代だよ。そのまま歩いちゃおうよ。もうみんな寝袋だみたいな。そう、いいよね。そんな感じで今回は終わりましょう。はい、おしゃれだったかな。おしゃれポイントでした、うん、というわけで、はい、うん、次のコーナー行きましょう。はい、ファボレポモノレポ、高幸こと藤川高幸です。沢さんこと沢俊介です。あいあい、大将沢さん、おいらっしゃい、いらっしゃい、大将沢さん、はい、マグロ一丁、おマグロだね、はい、どうぞどうぞ、イクラ一丁、イクラ、何よ、サーバ一丁、サーバ、いやいや、マグロ一丁、マグロ、マグロ一丁、マグロ、いや早く食べてくださいよ。じゃあいただこうと思います。はい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 、あれ沢さん、はい、醤油がね、ベッベベベッベッベー、いやいや、ちょいかけスプレー。沢さんいいね、これどうぞこの醤油さし作って使ってくださいよ。使っていきましょう。あれ沢さん、斜めにしても醤油が出ねえよ。上の部分をプッシュしてみてください。プッシュ、はいはいはい、プッシュプッシュ、沢さんすげえ、おスプレー状で霧状で出てくるよこれ。そうなんですよ、普通の醤油さしだと、うんうん、余っちゃう時があるじゃないですか。余る余る。ですがこれを使えば、うん、自分のお好みに醤油をかけることができる。お好み。イエーイ。適量で。適量で。いいねいいねいいね。そうなんですよ。ドバッと出すぎたりしないね。そう。あと塩分とかね気にしてる人には、うん、すごいいいさ、いい商品です。そうなの。はい。なんでなんで塩分。いや好きなだけ、好きなだけっていうか。そういうことあれかけれるから。かけすぎないってことで。そう。あとあの。あれね、シャリとネタをさ、こうやって醤油にさ、うん、普通の醤油につけるとき、うん、つけるとするじゃん。逆反対向きにして、ね。反対向きにしてつけるじゃん。うんうん、そうすると、シャリが崩れるじゃん、ね。あるある、そう。あるある、でもこれだったらもう、うん、ペペッとかけるだけで、うん、もう、そのまま、食べれると。食べれる、いいよ、いいね、便利グッズこれ。そう。すごい、なんか、モグレポみたいになっちゃってるけど。あ、醤油差しの。醤油差しの紹介です。あ、これさ、うん、卵かけご飯とかに。あ、いいね。なんか、うん、別の料理とかにも使えるよね。そう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 。なんか、ドバッと出てさ、卵かけご飯だとなんか、うん、あ、一応カラってなるじゃん。あ、そうそう、なるなる。けど、これだとさ、プッシュプッシュするだけでさ、うん、平等に全面にかかるじゃん。全面じゃねえ。全面、全面。全面に。全面、全面。そう。そう、かかるから、うん、いいじゃん。いいよね。あ、目玉焼きどっち派？俺何派？俺塩コショウ派なんだけど。塩コショウ。あ、醤油派。俺醤油派。あ、醤油派。そう、醤油派。じゃあいいじゃん。そう、いい。目玉焼きにもかける。ね。うん。あと詰め替えもさ、うん、あのでっかい醤油買っておけばさ、はあはあはあ、何回でも使えるじゃん、ね。あ、詰め替えもできるんだ。で、うん、値段、お値段の方も、うん、リーズナブルで500円から、うん、1000円で買えるんで。うん、俺リーズナブルの意味が分かんないんだけど。あ、まあ、そう、まあ、お手頃価格で。お手頃価格で買えるんで、そう。そうなんだ、いいね。うん、なんで、うん、皆さんも塩分とかね気にしてる人とか、うん、ちょっと余っちゃってどうしようとか考えてる人はぜひこのちょいかけスプレーを、ね、買いましょう。買いましょう。それではモグレポへ行きます。じゃあね、どうぞ。モグレポ、
いや暑いわ。暑いね。おい、涼しくなんねえの本当に。アイスはアイス。あったでしょ冷蔵庫。冷蔵庫。アイス買ってきて。持ってきて。冷蔵庫にある。冷蔵庫あるはずなんだけど。持ってきてよハーゲンダッツ。いいやん、ちょっと下降りるだけやん。俺ん家やないんだからさここ。いやーお願いしますよ。ふざけんなよ本当に。何食べてんの？ポテチだよ。ポテチ？なんで食べて悪いのか。誰？なんか声がおかしいよ。声。え？あれ？あ、おじいちゃんになってるじゃないか。なんでやねん。ってことで今回のノーレポじゃねえわ。いや、モグレポです。モグレポか。モグレポを担当します。亀地こと亀地内と。まゆちんこと小川まゆこと。トムシバこと山本トムです。はい、ということでね。よろしくお願いします。お願いします。すごいよ、今この辺ね。はい。黒蜜の匂いすごい。エンディングの人ごめんなさいって感じだけど。で、今回。はい。僕がご紹介したいのね。はい。なんて言ったらいいんだ？なんて言ったらいいんだ？和風のものと、例えばおまんじゅうと違う、はい、うん、水羊羹とポテチをどっちか食いてえなって時に一緒になって食える素晴らしいものが出ましたので、こちらを何紹介します。はい、今回は片揚げポテトの黒蜜きなこ味でございます。黒蜜きなこ味、また異質なものが出ましたね。すごいよねこれ、ほんとね、紹介されたんだってこのポテチ、うん、でこれ絶対美味しくないだろう、うん、だってしょっぱいのと甘いのじゃん。わけわかんねえ。わけわかんねえってなるから、うん、食ったら、うわーって。うわーって。食ったら、うわーって。ちょっとどんな味なのかちょっと詳しく。うん、袋開けたら、うんうん、まず、黒蜜の匂いがすごい。黒蜜の匂いね。黒蜜のさ、うん、匂い、そう、すごい。黒蜜の匂いが、すごいの。ふわってきたら、ふわっと。そうそうそう、ふわってきて。あ、すげえって、これ食べたら、うん、あれじゃん、片揚げポテトって噛めば噛むほど美味しいじゃん。まあそうだね。でしょ、そのキャッチコピーでやってるもんね。そうそうそう、で、うん、噛めば噛んだらきな粉になってる。ん、きな粉黒蜜なくなるの？黒蜜は多分香りだね。香りが黒蜜ね。そうで、きな粉になんの。でも正しくは黒蜜の香りがするきな粉味のポテトなの。それだ、あ、それだ。で、すげえんだこれって。あ、で、ね、一袋食うのやっとだった。つらいわ。美味しくなかったのそれ。いや美味しいけど、美味しいけどくどい、くどい、くどい、言っちゃっていいのかな。でも美味しかったのは美味しかったから、すげえ、はい、うん、すげえ美味しかったからさ、はい、ここで今紹介させてもらいました。はい、お、うん、じゃあ一発芸しようか。なんで一発芸、まあいいけど。いくよ、うん、当ててね。はい、うわごめん、あのいつものカメちゃんやめろよ。ということで今回答えねえのあ、違う、モグレポを担当したのはカメチとマヤチンとトムシバでした。あなたの夢を叶えませんか？あなたのなりたいをサポートする設備が充実、憧れのプロが教えてくれる体験入学もあるよ。詳しくはホームページをチェック。好きなことを仕事に、名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校。今回のエンディングはあゆみんことレッパーゆみとちえること小池田かなです。今回はおしゃれぽが着れる寝袋、はい、うん、モノレポが醤油差し、醤油差し、モグレポがポテチ、ポテトチップス、片揚げポテトの黒蜜きなこ味。細かいな、 ポテトチップスでいいではないか、ね、何が気になった、ちえるはあれ着れる寝袋、あーすごいよね、あれ着たままトイレに行けるってやつ。ごめん一人で笑ってすごいよね。ね、あれ聞いてたらさ、肩のところにもジッパーあるわけじゃん。ね、で膝からし、そう、膝から下、膝のとこにもジッパーがあるじゃん。それさ、もう寝袋じゃないよね。でお尻のところにもジッパーあるって言ったじゃん、うんうんうん、もうなんかいろんなとこにジッパーついてない？考えたら重いかな、気になる。軽さは変わんないんじゃない？でもなんか微妙だね、うん、便利っちゃ便利だけどいつ外すタイミングが分かんないな、あれ、ね、あと、はい、モノレポの醤油差し、どう見てもさ、プッシュ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 ってやつ。そう、でもどう見てもお寿司に行くコントしてたよね、コント始まり。でもコント始まりって言ったらモグレポのポテトチップスもコント始まりだったし、最近流行りかな。
ね、ちょっとコント人気だったのすげえ気になる。でもコーナーもさ、もっと気になるとこリスナーまゆみもあるけど、うんうんうん、一番気になってるのはオープニング。オープニング、うん、最近のオープニング。あ、最近ずっとお便り読んでるよね。そう、そう、それだ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 、左テンションが上がったね。それだよ、それだよ、最近そうでゲス、最近はね、それがね、あゆみん気になってるんでゲスよ。へー、だって、うん、お便り感想とかコメント来てるし、エンディングのクイズコーナーの回答もさ、書いてくれてるじゃん。すごい嬉しいよね、あれ。そう、発表してるのがとにかく嬉しい。あのファボレポ一同みんな感謝感激、拍手喝采、パチパチ、出た出た、拍手喝采でしょ。で、出したよ、今回は。出した、ありがとう、うん、そう、すんごく喜ばしい。嬉しい、本当ありがたいよ ね、 ね、頭上がんないもん。上げて、頭上げて、はいはい、頭上げて、そう、もう最高だと思う。うん、でもね、上げて落とすよ、あゆみ。なに、なに、怖い、なに、ゲスやめてでゲス。オープニングでお嬢となおちゃんが、うん、重大発表、うんうん、で言ってたやつ、うん、重大発表しよう。はい、心の準備はいいかい。なにババーン、なんと次回ファボレポ最終回、ドン落としたな。すごいなんかね、衝撃を受けた音をね、表してる。寂しいでしょ。やだ、寂しい。でも最終回だから、エンディングのクイズの公開も最終回、ということで、そんなラストクイズはおしゃれポで寝袋超ウィ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 って言ってたんだけど、そのウィウィウィとは何でしょう。いや、誰かは内緒、それは言わない。だからウィ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 の部分を考えてくれてるそう、待ってるから。では、はい、クイズの回答はハッシュタグファボレポでお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてファボレポツイッターアカウントはアットマーク NSM ラジオ2016、アットマーク NSMRADIO2016、 もちろんコメントや感想もハッシュタグファボレポで待ってます。はい、次回で最終回だけど、次回は今までのファボレポを振り返ったりする小総集編にしようと企画を立ててます。はい、今までよりももっとずっと楽しくファボレポを盛り上げていきますので、はい、最終回もどうぞお楽しみに。お楽しみに。それでは、私の心をリツイート。この番組は名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校の協力でお送りしました。